皆さんこんにちは、ヒロと申します。今回の動画は先ほど e フットボール公式サイトがシーズン8のメインテーマ、そして2024から2025へ変わる大型アップデートについて詳細更新していたんで、そちらをまとめて紹介していこうと思います。まあみんな気になっているであろう月チケ錬金のこととかね、そういったことも少し分かってきたんで、しっかりまとめて紹介していこうと思います。そして今回ラジオ形式で話していくんで、ぜひ作業中の方も流し見程度に見ていてください。それでは早速やっていきましょう。まずね、新シーズンについて見る前にインフォメーション、大型アップデートについて確認していきます。こちら e フットボール2024が9月中旬頃にアップデートすることが決定いたしました。まあいつも通りですね。アップデート後はバージョン 4.0.0 へ名称が変更となります。でそれに伴って各種データの引き継ぎについて記載されているんだけど、とりあえず基本的には引き継がれると思って良さそうですね。まあ、コイン、ポイント、GP は上限がついてるにしても9億9999万9999なんで、ここまで持ってる人いないでしょうし、基本的には全部引き継がれると思って良さそうですね。まあただ指名契約権とか抽選契約権、期限があるものもあると思うんで、そこだけは注意しておきましょう。そして以下アップデート配信時の搭載状況によって引き継ぎ内容は異なりますとあるんだけど、ベースチーム、アバター、アチューブメント、まあここはライセンスの問題ですね。基本的にはそのまま引き継がれると思って良さそうです。そしてその下、マナーレベルはアップデート配信時に A へリセットされます。マナーレベル B、C の方もいると思うんだけど、そういった方も大型アップデート後に A に戻るんで、まあ、次はねマナーよくプレイしていきましょう。まあ、そして一番注目のポイントがこちら、選手監督について。ライセンス搭載データの変更に伴い、一部の選手監督は無効選手や無効監督になります。無効選手や無効監督になると試合に出場させることができなくなりますが、放出することにより GP やアイテムを獲得できますといった内容になっていて、去年でいうと非搭載選手は大型アップデートの際に勝手にいなくなって補填されてたんだけど、今年は無効選手になってボックスにはいるけど試合には出場させることができなくなりますといった内容に変わるみたいです。これなかなか難しいところで、自分で放出しなきゃいけないんで、アイテムの月チケ錬金はまだできるのか確定はできないですね。そしてその選手監督の無効化は2024年冬頃に配信を予定しているバージョン 4.2.0 から実施予定ということで、ひとまず冬まではスキル追加用の選手は置いておいた方が良さそうですね。でその無効になる選手監督はバージョン 4.0.0 以降、まあ、9月中旬頃からゲーム内で確認できるようになるみたいです。そしてその次、マイリーグについて、バージョン 4.0.0 へのアップデート時に進行状況とマイリーグポイントがリセットされますということで、ある程度進めている方は最後までマイリーグ進めておきましょう。で、ここ最後、これも重要なんだけど、契約更新60日、契約更新10日について。契約更新60日は過去に配信したエピックとハイライト合わせて100人が入っているボックスの抽選契約権に変換されます。これやばない？エピックがどのくらいかはわからないんだけど、少なくとも残りの選手全員ハイライトなんで GP 稼ぎにもなりますし、かなり期待したいガチャですね。まあ、過去に配信したエピックということで、ある程度コンプしてる方にとってはなんだそれって感じであるんだけど、まあ、優秀な選手だったら使い分けもできますし、 GP にもなんない外れ選手だけはやめてほしいね。そして契約更新10日チケットは6枚で抽選契約券1枚に変換されますとなっていますね。でもしね、契約更新10日3枚とか2枚で6枚足りないっていう方は、変換数に満たない場合も抽選契約券1枚に変換されますということで、6枚に足りない方は最低でも1枚になって交換できますという内容ですね。でね、一旦選手監督について戻るんですけど、無効選手を放出することにより GP やアイテムを獲得できますと記載されていますよね。でこのアイテム、レベルトレーニングプログラムなんじゃないかと思われる方もいると思うんだけど、それだったら GP レベルトレーニングプログラムに変換しますと書いてあるはずなんですよ。でこのアイテムっていう記載の場合は複数のアイテムがこのね中に入ってると思うんですよ。でそうなってくると、今まであった契約更新はもうなくなるし、レベルトレーニングプログラム以外を考えるとスキルチケットとかなんじゃないのかなと思っています。なのでまだ確定はできないんですけど、ここを見るにスキル追加チケット変換できる可能性はまだあると思っていいと思います。まあそこも何か追加情報で分かり次第更新していきます。ということで、ここまでが大型アップでの情報なんですけど、まあ先ほども言ったように何か更新され次第また動画でまとめていきます。そして続いては e フットボールリーグのマッチングに関するお知らせということで、全フェーズね、賛否が湧いていたマッチングシステムなんですけど、なんと皆さんの意見が通って以前のマッチングシステムに戻りますと。まあ簡単に説明すると、 DB3 と DB1 マッチングしづらくなって、同じ実力同士の選手が戦いやすくなるマッチングになると
言った内容ですね。まあここはね、上位勢はマッチング時間が長いっていうね、問題もあるんだけど、DB3 が DB1 といきなり当たって戦うっていうこともね、アクティブユーザー減らしちゃう可能性もありますし、まあしょうがない処置かな。まあこれによって獲得しやすかった15連勝バッジもゲットしにくくなってしまいましたし、そこは残念なんだけど、まあね、みんなが楽しめる環境を目指すべきだと思うんで、まあこのマッチングで一旦いいのかなと思います。まああとはサーバー強くしてくれるだけでいいんだけどね。そこもまだまだかかりそうです。そしてもう一つの本命、シーズン8のメインテーマですね。まあカーテンの幕開けということで、まあ要するに、このシーズンの後2025が開幕するんで、それに向けた準備といった内容だと思います。まあ去年振り返るとシーズン0も似たような内容なんで、今回も変わらずそんな感じで来るのかなと思います。でエピックガチャについて告知があるんで、そちらも見ていくんだけど、まず復刻エピック、クライフとフィーゴ、そしてリバウド、この3名が登場します。まあフィーゴクライフは優秀な選手ではあるんだけど、まあ無理に今引くべきではないと思うんで、一旦スルーでいいと思います。とりあえず来週の月曜のガチャ、様子見ましょう。そしてもう一つ更新があって、まあ、毎シーズンね、開幕と一緒に来る J リーグエピックですよ。今回はヴィッセル神戸のイニエスタ、セレッソ大阪の香川選手が搭載されます。まあ、優秀な選手ではあるんだけど、EJ リーグ、ちゃんとやりたい方向けだと思います。で、とりあえずガチャ告知はこの2つで、シーズン8の内容、見ていきます。まあ、代表チーム同士の戦いが終わって、クラブにピックアップしていきますよと書いてあるんで、まあ、クラブ関連、まあ、メイン画像を見て分かる通りパートナークラブいっぱい並んでいますし、何らかのクラブのイベントガチャが来ると思います。いつもならエピック選手の告知があるんだけど、今回ないね。何も何が来るのかほんと楽しみですね。そして指名契約権については、新シーズンの復調を期待する選手が登場ということで、まあ、パートナークラブだったら富安とかもね、また怪我していたんで来る可能性ありますし、あと誰だろうな、ラッシュフォードとかかな。まあ、ぜひみんなのね、予想選手も教えてほしいんだけど、まあ、そういった選手が登場しますと。あとマッチパスも更新されるんで、そちらを見ていくと、今回結構魅力的なんだよね。いつも通りレギュラー、バリュー、プレミアム、この3つなんだけど、バリューに三笘、プレミアムにクルトワが搭載されています。久々の登場ということで、どういった能力になるか楽しみなんですけど、まあ、1000コインかかるんで、相当いい能力じゃないと、まあ、おすすめできないんだけど、ここにも注目ですね。とまあ今わかる範囲だとこんな感じかな。まああと改めて最新情報まとめとして、メンテ後に更新された内容を紹介していこうと思うんだけど、指名契約とかいろいろ新しくなってくるんで、マジで楽しみだね。まあそして2024の大型アップデート、やっぱ選手監督について、この向こう選手の放出のアイテムが気になるんだけど、まだ詳細は分かっていないんで、まあここもいろいろ調べてみたいと思います。まあこんな感じでこれからもいろんな動画投稿していこうと思うんで、ぜひ最後にチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。